係陣も1974年のバルナでは団体で3位まで行ったんですが、その後ちょっと伸びになっています。可愛い動きをしますね、曲に合った、はい、何かユニコーンも色とりどりで本当にこの国際大会っていう感じがしますね。そうですね、爪先が綺麗ですね、表現力も大したものですね、はい、ヨーロッパの選手というのはなんて言うんでしょうかね、こういう表現力と言いましょうか、優しさと言いましょうか、そういうもの持ってますね。そうですね、いやこれは可愛らしい演技でした。とっても楽しい演技でしたね、はい、ジリンスキー選手のハンガリーの選手でやりますゆか運動をご紹介いたしました。もう一度とにかく優勝争いの方を簡単にご紹介しておきますと、女子の方では中国の呉佳妮選手がほぼ優勝確定的でありまして 9.55 を出しますと完全優勝、 9.50 でも東ドイツのモラーベ選手が10点を出してようやく同点という状態で、呉佳妮選手の初優勝、ウーチャーニー選手ですね、この選手の優勝がほぼ間違いないものと思います。それから天本さん、男子ではですね、はい、李翔平と具志堅の争いになってましたが、どうやら具志堅選手に全部演技終わりまして 57.75 ですね、はい、李翔平選手が鉄棒で 9.95 で同点になりますね。あ、そうですか、ということはということは優勝の可能性がほぼ大事になってきましたね。李翔平選手もそれからポゴレロフ選手も平行棒でミスしたんですよね。なるほど、ですから具志堅選手が非常にグッと上がってきたという形になりますか。そうですね、というような現在の状況であります。さて、呉佳妮選手です。場内でもウーチャーニー選手と紹介しておりますが、一応放送規定によりまして、日本式に読むということになっておりますので、呉佳妮という、ちょっと佳妮というのは何かあまり綺麗に聞こえないんですけれども、呉佳妮選手とご紹介しておきます。アジア大会個人総合2位、さあウーチャーニー選手の演技が始まりました。ゆか運動です。綺麗な2回中ですね。そうですね、屈伸の2回中、はい、実に綺麗な線が出ての屈伸の2回中があり、男子の方から健本さんご覧になっていかがですか。動きが非常にいいですね、はい、またソビエトの選手と違った動きがあるんですね、非常に体の柔らかさ、はい、中国独特 の、 体の表現といいますかね、なるほど、そういうものを感じさせます、はい、体が柔らかくなければできませんね、なかなか。そうですね、はい、中国は当然のごとく来年の世界選手権ではソビエトを追い越そうという意欲に燃えてると思うんですが、中国とソビエトは木川さんどうですか、どう違いますか。そうですね、力の体操と美しさの体操ですね。なるほど、それも両方兼ね備えてますけれども、女性らしさから言えばやっぱり中国の方が勝ってるんじゃないでしょうか。あ、そうですか、はい、第一プロポーションが素晴らしいですね。素晴らしいですね、いやこれはもう豪華に選手の優勝は間違いありません。中国ではですね、はい、3世代前の、前からこう世代をこう調べるんだそうですね。それで太ってる人がいる家系の子は体操やらせてもらえないんだそうです。あ、そうですか、はい、いやこれはもう呉佳妮選手 9.55 を出しますと完全優勝ですから、ほぼ間違いありません。体が柔らかくですよね、とにかく。そうですね、普通体が柔らかい子は、あまりバネがないと言いますけれども、はい、彼女は両方兼ね備えてますね、はいはい、さあ間もなく得点が出ようかと思いますが、その前に森尾舞子選手のゆか運動が始まります。
森尾選手のゆか運動もとにかく全日本のチャンピオンでありますので大変定評がありますが、はい、中国の選手と一つ比較してご覧いただこうと思いますが、森尾選手が15歳になりまして、これから国際大会どんどん出られるようになってきましたですよね。はい、そうですね。何が課題でしょうね。やはり美しさですね。あ、そうですか。呉嘉選手は 9.70 です。呉嘉選手の女子の初優勝が決まりました。呉嘉選手優勝であります。ウ・チャーニー選手の優勝であります。曲が早く始まってしまいましたね、はい、頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。最初のタンピングがムーンサルトですから、はい、よくご覧になってください。アジア大会ではちょっとそのムーンサルトが決まりませんでした ね。最初のムーンサルトにご注目ください。やった、まずまず場内からも拍手が起こりました。森尾舞子選手です。森尾選手はこれで 9.9 以上出しませんと3位入賞はできません。すでに呉嘉選手の優勝が決まっています。一番苦しいところですが頑張りました。本当はそこは1回半ひねりから1回ひねるんですけど、はい、蹴れなかったから宙返りになっちゃいましたね。なるほど。この辺がいわゆる音楽のテンポが変わりまして、まあ、女性らしい美しさ表現力のところでありますが、またテンポが速くなりました。森尾舞子です。15歳になりました。1メートル38センチ31キロ全日本のチャンピオンです。もう少し上体の動きを研究してほしいですね。上体の動きをね、はい、はい、さてこのタンブリングは2回宙は決まりました。抱え込んでの2回宙返り決まりました。森尾舞子選手終わってにっこり。タンブリングは強いですね、はい、技的にはもう中国の選手と比べても遜色ありませんものね。どちらかというと舞子ちゃんの方が強いんじゃないでしょうか。これはおそらく最初のムーンサルトのところだと思います。アジア大会ではこれを失敗して外へ飛び出してしまってましたですね。そうですね。今日も少し着地を突っ張ってるんですけれども、はい、ここで手をついてしまったんですよね。そうですね。まあ、この辺はあの床の下のあれもあるんでしょうね。硬さと言いましょうかね。向こうは柔らかいですから、はい、あの着地をした時に跳ね上がってしまうんですよね。なるほどね。まあそれにしましても大変楽しみな選手が体操界にも誕生したものであります。そうですね。森尾舞子選手は 9.65 であります。森尾選手は 9.65 であります。現在のところ2位で頑張っておりますこのモラーベ選手。2回宙返りです。テンポから2回宙返りが入りました。はい、直中です。モラーベ選手も14歳。ダウこのモラーベ2人のこの活躍が大変目立ちます今度の大会です。いい顔してやりますね。そうですね。これも得点のうちですからね。やっぱり表現力ということになれば、ね、スイングジャズですね、はい、思わず拍手が起こります。前中1回半です。はい、見せますね。見せますね。楽しませてくれますね、はい、東ドイツのモラーベ選手の演技であります。このモラーベ選手が最後の演技者であります。従いまして呉嘉選手の優勝が決まりました。そしてこのモラーベ選手もおそらく2位であろうと思います。森尾は結局個人総合選手権の得点は関係ありませんで持ち点制を取っておりません。自由演技一発勝負であります。タラベラ選手の得点は 9.50 であります。
これはカナダの選手ですね。そうですね、エルフィ・シュレーゲル選手ですね、はい、日本にもおなじみの選手であります。後転跳びが2回、幅は10センチしかありません。シュレーゲル選手も随分大きくなりましたね。そうですね、女の子というのは1年でもう随分体型が変わってきますね、はい、そうですね、まあ、それだけにやはりあったと速攻中入りバランス崩しました落下、今のは、はい、あのバク転のところが全然切れてませんでしたから、あそうでしたか、膝も曲がりましたし、スワンのところで、はい、シュレーゲル選手は18歳になりました。8歳の頃から体操を始めておりまして、日本にも何回か来ております。前方の宙返りであります。綺麗に両足で着地しました。アメリカの選手は今のように、はい、あの平均台をあのぐるっとこう回るような技をよく入れますね、あそうですか、はい、バク転2回から2回ひねりですね、はい、あ少しひねり不足でしたね、はい、やはりあの、女の子というのはウエイトが少しかかりますとね、はい、技のキレがなくなりますしね、はい、あの今までできた技もだんだんできなくなってくるんですよね。なるほどね、これでどうやら平均台の方は中国の呉佳妮選手の優勝が決まったようであります。さて跳馬の方では具志堅項目終了したわけですが、跳馬のですねダイアン・ダーハン選手の演技をご紹介することにいたします。見事に優勝を飾っておりますダーハン選手の豪快な跳馬をご紹介することにいたします。ダーハン選手はこれで2本目 9.75 を取りまして平均で 9.65、 見事に優勝を飾っております。床運動の演技が始まっております。ハナ・リチナ選手であります。リチナ選手の演技が始まっています。床運動は最後の種目であります。まだちょっと幼さが残っておりますが、線の美しさは十分出ております。まあ、いわゆるチェコというのはチャスラフスカで代表されますように、線の美しさ、女性の美しさを存分に発揮できる、そういう素質を持った選手が多いですね。そうですね、もう体操を始めた時からそういう指導がきちんとなされているんだと思います。はい、さてここからタンブリングに入ってまいりますが、ロンダドが2回ひねりですね、はい、この人は現在14歳でジュニアのチャンピオンであると同時にチェコの国内選手権でも優勝したということを聞いてるんですよ。あそうですか、あの日本でもジュニアの森尾麻衣子さんが全日本の選手権で優勝するように、はい、もうジュニアの選手が国内の中で優勝するような時代になってきましたね。そうですね、今年の全日本はご承知のように中学生選手がベスト10の中に7人入ってきましたからね。そうですね、はい、森尾麻衣子選手が優勝を飾ったわけですが、チェコのハナ・リチナ選手14歳、ジュニアのチャンピオンであると同時にチェコの国内選手権も優勝を飾ったそうであります。去年の国際ジュニアに出場しておりまして、日本は2回目ということになります。ハナ・リチナ選手の床運動をご紹介いたしました。床運動のトップバッターであります。昨日は 9.55 でしたですね、ただし昨日の得点はこれは参考得点で持ち点ではありません。持ち点制度は取っておりません。まあ、出場権を獲得したということになります。それから今日の大会からブルガリアの選手が2人出場しておりますが、各種目に1人ずつ、出場しております。シルビア・ラウ選手です。東ドイツの選手であります。抱え込んでの2回宙返り、ちょっとバランスを崩しました。軽快な音楽が流れてまいります。女子の体操の花、床運動、これはひねり技、今の2回ですね。はい、2回ですね、はい、シルビア・ラウ選手も14歳です。1メートル44センチで33キロです。リチナ選手の得点は 9.50。
女子のゆか運動の曲は、あの数年前までピアノ曲でなければいけないという規定があったんですけれども、オーケストラでもいいということになって、随分面白みを増してきましたね。一層華やかになりましたね、はい、昨日の個人総合でも4位に入っておりますラウ選手であります。いい出来でしたね、東ドイツのシルビア・ラウ選手のゆか運動をご紹介いたしました。昨日の得点は 9.55 でございました。リチナ選手の得点が 9.50 ですが、今ラウ選手の演技が終わったところであります。これはおそらく最後のところだと思いますがね、はい、練り技ですね。ラウ選手は昨日も4位ですから健闘しましたですね。そうですね、このゆか運動には昨日の得点だけを取りますと、東ドイツのモラーベ選手が 9.70、 それから中国のゴーカニ選手、ウーチャーニー選手ですね、これが 9.70、 この2人が最高得点を出しておりますが、昨日の得点は持ち点になりません。一発勝負です。それからブルガリアの選手はグランチャロバ選手が参加をしております。このゆか運動も大変見どころがあります。ラウ選手の全体の出来栄えいかがでしたか？とても良かったと思います。もう少しサンプリングに高さがあるといいんじゃないでしょうか。なるほど、ラウ選手は 9.60 であります。同じ東ドイツのモラーベ選手であります。昨日は 9.70 という大変高い得点を出しております。14歳です。いや素晴らしいタンブリングです。わーっと前つんのめてしまいましたね。もったいなかったですね。テンポ宙返りから、ダブル中行ったんですけれどもね、1m42cm 32.5kg。 どんな技をやっても何かこの足の線、手の線と言いましょうかね、しっかりしてますね。そうですね、基本がしっかりできてますね。このところ東ドイツチームもソ連あるいは中国に押され気味ではありますが、再び巻き返しを図っております。前方宙返りからの速攻宙返りですね、はい。モラーベ選手の東ドイツの選手の演技でございました。個人個人の個性をよく生かしたゆか運動の構成ができてますね。そうですね、最初のあのテンポ宙返りは非常にいいタンブリングだったんですが、そうですね、2回宙返りで手をついてしまったのがちょっと惜しまれますね。ここのところですね、はい、ここがテンポ宙返り、バク転からダブル中に入りますが、はい、あ、少し引き上げが甘いですね。そうですか、これはちょっと減点がきつそうです。非常に悔しそうな表情をしております、モラーベ選手であります。自信があったんでしょうね。そうでしょうね。昨日 9.70 を出しておりますので、大変自信を持っての登場かと思いますが、同僚のラウ選手に慰められておりました。今現在、リチナ選手が 9.50、ラウ選手が 9.60 です。3人目の今、モラーベ選手の演技が終わったところであります。男子の方は床運動は4種目目に入っておりまして、これが最後の種目であります。昨日の個人総合選手権のそれぞれの種目の上位8人の選手、そしてブルガリアの選手が1人ずつ加わっております。従いまして9人ということになります。まあこのメンバーを見ますと、ゴカニ選手がやはり強そうですし、グランチャラボ選手の演技が楽しみですね。そうですね、昨日見てませんのでね、どのくらいまでやってくれるか分かりませんけれども、1.10 です。場内に愛嬌を振りまきます。ジリンスキー選手です。1m47cm 32kg、ハンガリーの選手の床運動をご紹介いたしました。いかがですか、氷川さん。やっぱり線の美しさが目立ちますね。鋼のようなという表現が合うんでしょうか。なるほどね、
どうなんでしょうかね、最近の体操の傾向といたしましてね、はい、またある種のこのちびっこのですね、はい、大技時代から美しさを求めるものへと変わりつつあるということも聞いてますが、いかがでしょう。はい、そうですね、中国の選手が今、はい、こう注目されているように、美しさプラス強さという時代になってきましたね。なるほどね。単なる大技だけでは国際大会は勝てない時代と申し上げてもいいでしょうね。そうですね、はい、ジリンスキー選手のハンガリーの選手の演技が終わったところであります。まもなく注目のゾーヤ・グランチャロバ選手の床運動が始まろうとしております。グランチャロバ選手の演技であります。ゾーヤ・グランチャロバ、今年のアメリカンカップの優勝者であります。1981年、去年のモスクワの世界選手権でも個人総合で17位になっております。今年のワールドカップにも参加をしておりまして、個人で10位です。16歳、噂のこれがグランチャロバ選手です。2回ひねりです。3回ひねりましたか、はい、失礼しました。はい、3回ひねりで入って2回宙返り真ん中に入ります。いわゆるこの辺は女性の美しさを表現しております。また中国の選手とは違った、はい、こうなんていうんですか、強さと味がありますね。強さと美しさを両方兼ね備えているというような感じすらしますね。そうですね、出発が遅れまして到着いたしましたのは昨日、個人総合選手権には参加できませんでした。持ち点がありません。一発勝負ですから十分チャンスがあります。抱え込んでの2回宙返り、これも決まりました。はい、これは素晴らしい演技であります。ゾーヤ・グランチャロバ選手、どうですか、ご覧になって。菊川さん、もう何とも言えませんね。はい、素晴らしかったです。最初は3回ひねりですか。はい、ケモス先生が、そうですね、はい、初めてやられた技ですね。はい、1回、2回、3回ですね。ちょっと最後ひねり切れてないようなところもありますかね。はい、いかがですか、ケモスさん、ご覧になって。素晴らしいですね。若干ひねり始めが少し遅いんですね。はいはい、ですからもう少し早めにひねり始めますと完全に3回ひねりが出来上がって着地に持ち込めると思います。なるほどね。はい、水戸さん、何かこのグランチャロバ選手でレポートありますか。はい、ブルガリアの選手遅れたということなんですが、これは霧のために空港から飛行機が飛ばなかったんですね。はい、それで何とかして行こうということで、ソフィアからブルガスというところまで8時間列車に揺られまして、それでそこからまたモスクワに飛んだって大回りをしまして、ところがまたモスクワで2日間足止めを食って、でようやく昨日着いたという。とにかく今日は昨日の分まで頑張ってほしいと思います。なるほどね。相当苦労して日本に着いたようであります。グランチャロバ選手であります。ブルガリアと言いますと男子の方ではデルチェフという選手を思い起こしますが、女子の選手、女子のブルガリアの選手がこの中日カップに出るというのは大会史上実は初めてなんですね。そうですか。ブルガリアのバルナーで世界選手権が行われた時に、少しブルガリアも強化をしてましたけどね、選手の。その後パッとした選手が出ませんでしたけれどもね。はい、ここに来て新体操も新体操は強いですね。はい、強いですからね。両方力を入れているんじゃないでしょうか。なるほどね。はい、1981年のモスクワの世界選手権が団体で7位、それからその前のモスクワオリンピックも団体で6位ですが、果たしてどこまで巻き返してまいりますか。はい、ちょっとグランチャロバ選手の得点がなかなか出ません。次の演技者は注目のウーチャーニー選手、ゴ・カニ選手であります。昨日は 9.70 という大変高い得点を出しておりますが、ちょっと菊川さん、どの辺で揉めてんでしょうかね。そうですね、やっぱり3回ひねりのところでしょうか。グランチャロバ選手も心配そうに見つめておりますが、
見ていただければ分かると思うんですけれども、はい、グランチャロバ選手の動きと、ゴーカニ選手の動きが対照的ですのでね、なるほど、どういう動きがこの今日の審判団に受けるかというところが点数に表れてくるんじゃないでしょうか。はい、注目のグランチャロバ選手の得点が出ます。 9.70 が出ました。 9.70 が出まして、現在のところトップであります。シルビア・ラウ選手を抜きまして現在のところトップであります。今の吉川さんの解説にもありましたが、このゴカニ選手、一つグランチャロバ選手との演技を比較してご覧いただこうかと思います。ダブル宙返りです。はい、あっと大きくバランスを崩しました。これは大減点。てるんでしょうけど、頑張ってほしいですね、最後まで。そうですね、この技で昨日あの、はい、一人の中国の選手が怪我をしてしまったんですよね。そうでしたね。得点の方はちょっと問題にならなくなってまいりましたが、この一つ優雅な動きといいましょうか、柔らかさ、胸の線の美しさがもう何とも言いませんね。ちょっと場内もうっとりしてこう見てるという感じがしますね。はい、何なんでしょうかね、この中国選手のこの美しさというのはね。そうですね、2回ひねり、はい、やはりアジア大会から引き続いての試合ですのでね、はい、足が疲れてるんでしょうね。そうでしょうね、はい、まだ中国に帰っておりませんで、直接この日本に来たわけであります。アジア大会では個人総合で2位に入っております。この床運動も種目別で銀メダルを獲得しております。ゴカニ選手、中国の現在ナンバーワンとも言われておりますが、この部分で、タックルが甘いですね、少しね。そうですか、はい、従いまして得点の方はちょっと問題にならないと思います。現在のところグランチャロバ選手が 9.70 でトップ、これを追ってシルビア・ラウ選手が 9.60 で第2位であります。ダバコワ選手が登場してまいりました。ハズム・ゴムマリというあだ名がございました、このラバコワ選手、日本でもおなじみの選手であります。そうですね、去年のこの中日カップで個人総合6位になってますね、そうですね。ラバカワ選手も16歳になりました。1m42cm、33キロであります。中日カップはこれが3回目であります。 9.15 です。ゴ・カニ選手の得点は 9.15 です。ちょっと不本意な成績でした。さて、ヤナ・ラバコワ選手であります。弾むゴム割りという名があります。これも3回になりますか。そうですね、3回ですね、はい、後方伸身宙返りの3回ひねりであります。2回ひねりですね、そうです。3回ひねりが入ってダブル中が入って2回ひねり、ヤナ・ラバコワ選手であります。タンブリングはトミに有名でありますが、
16歳になりましたヤナ・ラバコワ選手、チェコの選手の演技でございました。全体の印象はいかがですか？ピリピリとしたいい演技だったと思います。タンブリングはもう男子の選手に負けないんじゃないでしょうか。あ、そうですか。テモさん、その辺はいかがですか？そうですね、3回ひねり、それから2回宙返りと素晴らしいと思います。また今の世界情勢ですとね、あれに1回ひねり2回宙返りですね、ムーンサルトですか、ああいう技もぼちぼち入ってますんでね。そうですね、それらに切り替わるとなおタンプリング系は良くなると思います。なるほど。そういう意味ではムーンサルトが入ります森尾舞子選手の演技に期待がかかるわけであります。森尾選手は昨日場内から拍手が起こっておりますが 9.65 という得点を持っております。現在のところトップはグランチャロバ選手の 9.70、 今日は競技3で行われております。ラバコワ選手は 9.55 という得点であります。森尾選手は跳馬で3位に入っております。段違いでは4位です。失敗しないでやってほしいですね。そうですね。問題は最初のいわゆるムーンサルトであります。森尾舞子、高校1年生になりました。15歳。はい、まあ、3日前に森尾選手もアジア大会から帰ったばかりですからね。そうですね。彼女は割と小さいんですけど、試合にはすごく強い選手なんですけどね。珍しいですね。はい、1m38cm、 31kg という小柄な体であります。全日本の今年のチャンピオンであります森尾。またテンポが変わります。また激しい動きになってまいります。森尾最後もダブル宙返りなんですね。はい、ちょっと立ってほしいですね。そうですね。最初のムーンサルトは失敗してますが、最後は決めてほしいところ。これは決めました。今日は少しバク転が後ろに流れてて、はい、突き手が入ってないんでね、宙返りの高さがないんですよね。なるほどね。これはおそらく最初のムーンサルトの部分だと思いますが、もう少し真上に引き上がるとよかったんですけどね、流れてしまいましたね。はい、どうですか。とにかく技的にはですね、ムーンサルトが入って2回宙返りが2回入ってくるわけですよね。はい、技的には申し分ないと思いますがね。そうなんですよね。はい、もう技をこのままの技で失敗しないでやって、もう少し大人の動きができればね、そういうことですね。残念ながら森尾選手はちょっと高得点は期待できないかもしれません。これは最後のダブル宙返りのところだと思います。そうですね。これもいつもの彼女の出来からしてはあんまり良くないですね。はい。